前回のカズグラ、このマイクラの世界では非人道的なそういった装置を作る者がいる。そしてカズクラもその一人。羊を狭いところに閉じ込め、永遠に羊毛を刈り取る装置を作ってしまったのだ。ただこうすることで、実のとこ言うと羊は非常に気持ちいいと言っておりました。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。イエイ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 ということで、本日ももう元気にやってこう。どんよりムードとかあるかもしんないけどさ、こんな家の中じゃね、元気にしてればいいんだから、元気にするとこ元気にしていこうよね。ほんでこのカズクラワールドもすごい元気。なんかあっこに村人がいんの。何してんだろう、何してんだろうお前は一体。いやでも綺麗な麦畑ができましたね。いや野菜好き YouTuber がねいっぱいいらっしゃるから、もうここもパンパンになりつつある。これジャガイモが攻撃できたんだったっけな。まだねエメラルド不足はね全然解消できておりませんので、この地下の畑さあ、こっちの方で雲が発生してるからスイカ壊れてますよっていうコメントもあったんですけど、確かにそれはね否定できない。今現在見えないけどそれはいるかもしんないから早急な湧き潰しね、いろいろ頑張っていこうかなと思います。あーすごいわー。まあでもほんと今回のことがあって、他人事じゃなくてさ、この家の中で割りかしできる職業でよかったなっていう思いはありますね。これ家からね下手するとほんと一本も出なくてもいい時もあるんですよ。出ないといけない時もあるんだけどさ、でもほんと比較的外に出なくてもなんとかなっちゃうみたいな。いやこれほんとたまたまだった、これはラッキーだったな。ただね、ほんと世の中現場に行かないといけない職種もあるわけで、頑張ってるくださる方ね、ほんとありがとうございますという気持ちで、私はねもう室内でね頑張っていきたいなと思います。室内でね毎日こうやってスイカを買ったり、他ね厚森の方ではもう魚を釣ってたり、3月しかね釣れない魚があったりで、もう大変だったんです今日もいろいろと。さあというわけで夜が来るな、一旦攻撃だけしてね。もう寝てる、あもう寝てる、早っ。待て待てよ、寝るの早いってお前、これは持ってきたからちゃんと攻撃する。寝てめっちゃ寝てるよお前、もう早いな。私も言ってもね9時ぐらいに寝ちゃうからさ、あんま人のこと言えねえんだけど、早いわほんと。はーい、オッケーオッケー。あれベッドどこやったっけもう手に持ってたわ、手に持ってました。すやあーほんとよく寝た。あーいや娘とね一緒に寝てるんだけど、いやほんとによく眠れる娘の横。なんかほんと娘が横にいないとね、もう寂しいもん、寂しいぐらい若干ね。あそういえば視聴者さんの中でもね、あの人が少ないよと、寂しいなというお声いただきましたので、せっかくなんでちょっと増やすとき起きますかね。これベッドも一回沖縄さんだかんよとか言われたんやけど、どうなんやろうな。はい人参です。沖縄すこれ、こういうことでしょ。前の村人確かにどっか行っちゃったってのもあるからね。よーしよしよし、オッケーだオッケーだ。はい人参ですよ。なんかやや家畜的な、なんかそんなことはないんだけどね、家畜的な要素はないんだけど、なんかこうやって地べたにね野菜投げてるとなんかあるよね、そういう感じで思ってんの。大丈夫ですよ、この村はねすごいもうみんな住みよい町ということで。ただ今ねこういった室内で換気よくしろって、あんま集まるのも良くないってなってるから、換気ね1時間に1回しっかりと換気するようにということがございますので、皆さん、そこら辺ねちゃんとご注意ください。ちゃんと1時間に1回の換気、そして集まりすぎない、近づきすぎない、まあそれねなんかいろいろ言われておりますので、まあ無理な時は無理かもしれないけど、できるだけ心がけてね、行きたいなと思います。ほんでねもう3月といえばもうね、そうなんです、ドスポンさんたちが毎日更新ということで、このカズワールドも。ほんで今日でお別れですね。いやワールドからお別れはしないんですけど、お別れですね。今回ねいろいろ頑張ってくださったので、まあより頑張れるようにいろいろ上げていきたいなと思います。いや本当にみんなねもう頑張りました。でマグニーさんも頑張ってるし、清原党も頑張ってると、オラも頑張る。ドズポンさんたちが欲しがってるものね、もうそれをプレゼントしようかなと思って、もう彼ら意地でも緑の染料で交易できる、エメラルドがゲットできる、そういった村人を生み出そうと頑張ってるから、もう必要なのがねとにかくエメラルド、そして羊毛なんですよね。まあ、こうやってね手でもう頑張って飼ってはいるんですけど、一人のやつからキラキラキラーって出すのにさ、やっぱね1スタック2スタックかかるんですよ、たった1体で。でそれを解決する装置が前回できたこちらの装置ですね。実はここでね1時間ぐらいかな
1時間ちょい釣りをしたんだけど、行くよ、大変です。3スタック溜まりました。1時間ぐらい、多分ちょっと嘘入ってるかもしれんけど、だから5、6時間ね放置するだけでもうすごい量のね毛が集まるんじゃないのかなと。で今月いっぱいね、24時間放置でどうたらっていうのもあんまやらなかったのはね、ドズポンさんたち結構入ってくるからさ、撮影できねえってなるとね、そうかわいそうだからさ、そういった企画全然やってなかったんよ。だからね、もう来月からね毎日いない可能性が、いや毎日いそうまあその時はね、放置のカズクラでも拝んでいただいて、夜も建築するなどしていただこうと思うんですけど、まあそういうのがあって24時間企画自粛しておりましたね。自粛するとこ自粛するということでね。まあというわけで、これ動くシーンぐらいちょっとみんなに見せてあげたいな。これ卵がなくなるとピコンってなくなる。いくよ。おい動いたい。めっちゃ狩られたやろお前ら。はい、回収していくよ。すーごい。で今度マグニーさんがね、今ホテル作ってくださって、もうベッドをね多分大量に置くだろうから、そこでもね毛がすごい重要になってくるので、この羊システムですね、もう頑張っていこうかなと思います。毛とねエメラルドをドズポンさんたちにもうありがとうと、3月おかげさまでこのワールドもすごい盛り上がったので、ありがとうございますという思いも込めてエメラルドなど持っていこうかと思いますので。ほんでもちろんね、まあ、このワールド、まあ、いろいろ皆さん来てるじゃないですか。ドズボンさんたちもそうだし、ジャジャキクさんもねもういらっしゃるしね、もうみんなすごい人なんですけど、まだねいまいちその面白さが、いやまだまだ伝わってねえなっていう、ですげえ人たちなんだけどね、だからこのワールドきっかけにね、なんか知っていただく機会が増えたらいいなとね、そこはね切に思ってるところでございますね。あ、結構あるやん、4も結構あるやん。ほんで、よし、もうすべてのエメラルド、もうこれも持っていくわ。あ、従業員もね、ここで待機してくださってるね。うん。ここ、まあ、今、集団着にはなってるけど。え、ちょっと待って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 待イエス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 。ほんで警備してくださるんで、大丈夫です。もうやばいやばい、早速襲われてる。頑張れ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 。お前やめろ。心優しきゴーレムさんに全然反撃しねえよ。あ、ここ重たい。なんかなんで重たいね、こんな。さてさて、あ、みんな相変わらずの軸すやカズクラ。ああ、よく寝たー。気持ちいい。もうドズポンさん頑張ってくださってるよ。これやや島流し状態なんですけど、ほらこの占領で交易できる人を一生懸命探してくださってる。ほらこんな感じで、みんなダメなんでしょ、こう島流しされちゃって。なちょっとね、なプレゼント、うわこれは喜ぶ、これははかどるよ。こんだけ量があったら。3月いっぱいときました。本当にありがとうございました。これなんていうんだっけ、羊外貨、羊開発羊外貨が必要です。お受け取りくださいと。仕事がねもう欲しいとのことだったので、はい、こんな形でサプライズでございますね。今月で最後かどうかは、ぜひ概要欄にねドズポンさんのチャンネル貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。いやーでもこれほんと羊貝開発する気満々だけど、私もやろうかなと思ったけど、ここまでやる気になってたらもう横やり入れることできないから、応援することしかできない見づらい、このダークグ見づらい。これただこっち側がね、一気に派手になって、あっこら辺すげえ寂しいよな。ちょっとなんかね、これ建設しないといけないかもしれませんね。ここら辺寂しいもんね。だって俺はもうついに巨大建築をねもうする時がやってきたんじゃねえのかなと、節々に思っております。だからベッドを置いたりす、ほらここすげえよ、ここ本当に。黒の柱向くとこんな綺麗なんだ。ちょっと邪魔しまーす。こんな綺麗に作れる、こんな綺麗に作れる村やるなぁ。まあライフとシビック乗ってますからね、清原島の方はね。うん、村人もねこのあげようかな。ではでは、村人がどここの家からおめえら出ねえじゃねえかよ。日の光ちょっと見せてあげるわ。ちょっと日の光をイエーイ。さあドズキョウトギもねちゃんと
一つ言っとくと、売れる恩があるんだったらね、売れるうちに売っておけ、バイカズクラね。なんだ、 YouTube もそうでさ、なんだろう、見られるのも永遠じゃないんだよね。影響力も永遠にあるかっていうとそうでもない。だからなんだろう、多少でもね、力になれることがあったら、その時にね、力に応援したいなって思う人がいたら応援してあげる。まあそれがね、一つのアドバイスかなと。それ周りの人にもね言えることでさ、今はね少し余裕があるから、ちょっとね余裕のない人のところをねサポートしてあげようとかね、いろいろやり方はねあると思うんですよね。そんな感じで一人目ちょっと連れてきました。これベッドとか、あ、ベッドあるな。もしかすると紐づくかもしれんな。あれ、これ置けんのけ。あ、オッケー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 。どうだろう、これでどこに向かうかだよね。さて、一旦ここ、ここのベッド行ってくれると最高なんだけどな。一旦ぶっ壊して、どうだろう、これで。どうかな。この村に根付かんかな。あ、やっべ、二人乗っちゃった。さあ、みんなはどこに行く？これどうなるかよくわからんな。多分根付いたっていうのもおかしな話だけど。うわー、ゾンビにやられそう。あ、寝るわ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 。これちょ、この子だけは心配。危ないって危ないって、そっちはさすがにまずいね、まずいな、これ。すや、あー、よく寝た。非常に危ないよね、追われちゃってるよね、これ完全に完全に危ない。あいあい、よし、もうこんな感じじゃ。はい、これ渋すぎるな、名前が。ウームの重役です。あっちにね、社長がいるからね、鎌田社長がいるから、こっちに、その右腕とされてるね存在、梅影さんという存在、ウームの人な相手の人は結構な割合で知ってるね。はい、重役置いて、ほんでまあハズメ、うん、ハズメくんだね、こちらに置かせていただきましたので、いい感じに何かやってくれるでしょう。はい、こんで一旦こんで OK だね。はい、夜来るとやべえけど。はい、というわけで本日はこんな感じで終わりたいなと思います。まあね、明日から4月ね、まあみんないろいろね落ち込むことなど、なんか悩むことはいろいろありますけども、まあ気持ち切り替えていきましょう。というわけで本日はこんなことで、またお会いしましょう。バイ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 キン。